81回 W リーグ開幕しました。ゲーム2が行われました。 JX エネオスサンダーワーズ対富士通レッドウェーブ。まず篠崎のスリーポイントからゲーム入ってきました。そうですね、非常にあの入り出し良かったですよね。まあ、昨日の終わり方も非常にあの篠崎選手が積極的にプレーした中で終わって勝ち切った試合だったので、この出だしからもね非常にいい形で、来たなと、プレーしたなという感じはしました。一方の JX もこの岡本のスリーポイントからゲームが入っていって、この梅澤選手ね素晴らしかったですよ。外角のシュートはこの梅澤も決めましたし、まあ、安定の宮澤も、いやこれね宮澤選手決まってきたの非常に大きかったと思いますね。まあ、特に昨日の試合なんか打ち続けてもなかなかねあの出だしのところ決まってこなかった中で、まあ、今日の試合はねしっかりやっぱり意地の得点決定率というところを見せてくれましたよね。そしてこの安定の渡嘉敷もいましたし、うん、JX はこうよく今日はシュートが入った印象でした。入りましたね、まあ、全体があの動けてましたね。昨日はあの少しこう動きが、ね、止まってしまっていたんですよね終始。ただ今回はこう全員がやっぱりディフェンスから固めてトランジションオフェンス、まあ、さらにはハーフコートでも、ね、しっかり動けてきたのが非常に良かったなと思いましたね。タイミングがいいんですよね、パスするタイミング合わせるタイミング、やっぱりここが合ってこなかったんですけれども、今日の試合はやっぱり修正してねしっかりと合わせてきましたからね。さあ今シーズンデンソーから移籍しましたオコエも今日はよく外角から狙っていました。そうですね、このオコエ選手もあのやっぱりアウトサイドのところをもっと頑張りたいというふうに話していまして、やっぱりそこしっかりねあの決めてきていましたし、この中でのディフェンスというところも体張って頑張ってましたよね。そしてジェイクス今シーズンこの人にも期待したいですね。大沼選手、大沼選手はねこれも安定してますから、あのチームが悪くなった時でも淡々とやっぱりプレーをこなして、まあ、さらにこう決めきる決定率、ディフェンスでも守ると、本当に非常に期待できる選手ですね。ここでもスリーポイント沈みました。素晴らしいですよね。まあ、第2クォーターは両者とも合わせのプレーなんかも出てきて、今シーズンのこう両チームの展望の方も見えましたよね。やっぱりこう動きが出てくると見てて面白いですよね。JX リードに入った後半は岡本のシュートからでした。ここね高田選手、ルーキーの高田選手が今日スタートで出ていましたが、スリーポイントなんと4分の4 4%。いやー素晴らしいですよ。だって加入してから2試合でその活躍ですから、ここからどう成長していくのかなっていうの非常に楽しみですよね。はい、新人王候補というところでしょうかね。大期待じゃないですか、方向も決めてきましたから。大学を卒業して JX エネオスに加入しました高田静香。そしてこの梅澤も今日は21得点の大活躍でした。ここも安定してシュートを見せてくれましたよね。そうですね、やっぱりチャンスはある中でも決めきったっていうところが大きかったと思いますよね。チャンスあっても決めきれない選手たくさんいる中で、やっぱりここ3年目にしてあの覚悟を決めてやっぱり責任感を持ってプレーしているなっていう感じはしますね。そしてこの最終クォーターは富士通の松本が気持ちを見せました。この松本選手ね終始やっぱり運動量増してですね、あのなかなか全体が止まっている中でも積極的にプレーできていたと思いますね。富士通はちょっとこうどうにかしなきゃという部分がここに頼ってしまうという展開がちょっともったいなかったかな。そうですね、やっぱり個人技になってしまいましたね。まあ、その分こうやって松本のスリーポイントが決まったり、町田がね積極的にリングに行った場面っていうのも多く見られたんですけれども、そうですね、あのだからハーフコートでプレーするんじゃなくてやっぱりオールコートで走ってプレーを持っていけるようなやっぱりディフェンスをしっかり固めるっていうところがまだまだこれから課題に上がってくるかなという感じでした。このルーキー高田から落ち着いてますよね全体がね。このスリーポイント4分の4の活躍も見せました。そして今シーズンこの人にも期待です。藤本選手もねあのよく決めてきましたね。本当シュートタッチが柔らかくてね高確率に決めるあの選手なので、まあ、これから非常に楽しみですね。開幕節ゲーム2は JX が制しました。82対64でJX エネオスサンフラワーズの勝利という結果でした。バスケットライブ